こんばんは、シークエンスパパともございます。今回は一問一答へのお問い合わせ、こちらはですね、保護をなさった猫ちゃんがについてのお問い合わせでございます。パパさんこんばんは。ぜひパパさんの意見を賜りたく投稿させていただきました。会社の庭に住み着いた野良猫が子供を産み、もらわれなかった数匹の子猫もだいぶ大きくなり、地域猫として近所の方々に可愛がられていました。ある日会社の人に一匹何も食べないから様子を見てくれないかと連絡があり、駆けつけて抱っこをするとぐったりと倒れ込む姿を見て、ただごとではないと思い、夜間救急病院へ連れて行きました。検査の結果、お腹を車にひかれており、緊急手術をして一命を取り留めました。一般の動物病院に転院し、骨盤と、大腿骨の骨折、膀胱内出血尿道破裂という、大怪我をしていた。一週間ほどしてシーツに血がついていて、何だろうと思ってスタッフの方々が調べてみたところ、お尻の数箇所に、野良猫に噛まれて壊死していました。噛まれてた当日に、処置していれば間に合ったものの、発見時には皮膚が溶けて壊死が穴が開いて、尻尾の両側に開いていました。2回の手術を乗り越えましたが、医療費が高額で支払いが困難になり、そのことを先生に相談すると、例えばお金があって全ての手を尽くしたとしても、うんちやおしっこが普通にできないので、病院のような処置を一般家庭で行うのは難しいと言われました。今3人がかりで1日2回うんちをかき出して消毒などを処置していただいています。壊死した部分が2箇所大きく穴が開いており、そこからうんちをかき出し、骨盤と大腸骨は骨折、骨盤にボルトを入れる手術も壊死した部分からも近く、骨に菌が入ると、敗血症に、お腹に菌が入ると、腹膜炎を起こし、死んでしまう。壊死して海になったら、直腸が乾燥したら、それぞれの理由で亡くなってしまいます。最終手段は安楽死しかなく、病院でも耐えきれずに先生の前で泣いてしまいました。2度の手術も耐え、重度の貧血ながらニャーニャーと元気で泣いている姿を見て、私が代わってあげたい、どう思いますか。ひどいことをしようとしているのは分かっていますが、苦しくて仕方がないので、パパさんに意見を聞かせていただければと思い、一問一答問い合わせましたということですね。はっきり申し上げてですね、人間の車にひかれてしまったですとかね、人間の道具によってね、ひかれてしまった、それを人の手によって一命を救って差し上げた、この気持ちはね、命に対して敬うというお気持ちで、それは十分わかります。さりとてね、これは私の個人的な意見かもしれないですけど、もともと救ってあげた命なんですよね。猫ちゃんには猫ちゃんの世界があります。そこに人の手を加えて、人の術によって、その猫ちゃんが亡くなること、それに対して手を差し伸べた、人は神ではないのでね、車とはいえ人の作った道具です。動物も、例えばそうだな、アリ地獄という様を作って、道具を作ってね、アリをアリ地獄の中に誘い込んでしまったがごとくですね、自然界にも様々な道具を使う、例えばクモの巣を張るがごとくね、
車とはいえ人が作った道具なんですよ。その道具に、たまたまね引っかかってしまって命をなくしそうな猫ちゃん、それをその猫ちゃんに手を差し伸べてね、まあお医者さんに診てもらった。そして思ったよりとてつもない状態でもって、背負いきれなくなってしまった。今まで背負って差し上げたんでしょう。僕はそれだけで十分だと思いますよ。人は神ではないのでね、命に対して左右することは絶対できません。でも、それに対して手を差し伸べている限り、その猫ちゃんが仮にね亡くなりに死なずに済んだ、そういうことになってしまうとね、猫ちゃんそのものはですよ、自分の姿ってものはないです。今苦しくって苦しくってしょうがないでしょうね。それをね自然に、なんて言ったらいいのかな、その体の痛みを取る方法として神仏の定めるものというのが待っているわけですよ。そう考えますとね、安楽死という選択肢を取ることもこれはまた神仏への、裏切り行為になるのではないかなというふうに私は思いますけれども、一度手を使ってしまったので手をつけてしまってね、そのまま、放置して亡くなるのを待つということに関しては、それはねさぞやお心が苦しいのはわかります。さりとて、全てを含めてこれは猫ちゃんの運命定めだったというふうにお受け止めになった方がいいと思います。なので選択肢が安楽死しかないという選択肢も私は果てなかと思います。まあ、簡単に申し上げるとね、放っておいたら死んでしまう、それに手を差し伸べて猫ちゃんそのもの苦しみを長くしてしまう、これはね、人は別ですよ。でもね、その猫ちゃんに対する思いというのは猫ちゃんの問題ですからね、そこのところにまで踏み入って、自分自身のね、まあ変な話ですけど大切な大切なお金をなくされることも僕は後々になってもしかしたら後悔する日が来るんじゃないかなというふうに思いますよ。お父様お母様であったりご身内の方が病気になってね、猫ちゃんに使った費用を使わなければご身内の方が、きっちりと体を治せるというような状況が待っているかもしれないじゃないですか。なので自然の摂理というものには逆らわず、もともと猫ちゃんに対して愛情をね持たれてるってことであるのならば、その最初にね、一匹だけ、様子がおかしいから見てくれるって言った方、その方にもご相談してみたらどうでしょうかね、というふうに思います。なんとしてもお医者さんが、尽くすべき手を尽くして、ご自身も費用を関係なく尽くすべきものを全て尽くして、そこまでしてでも、お助けになりたい猫ちゃんの命であるのであれば、中途半端にお考えにならずに全財産投げ打ってでもお助けになる方向に向かってはいかがなっていうふうに思いますけれども、私はそこに対してはいささか疑問しか残りませんのでね、それぞれ動物さん人間それぞれが、持っている定めというものにあまり手を触れない方がいいのではないかなというふうに思います。それは、この世が地獄だからでございます。牛豚魚ね、植物もそうです、お野菜もそうです、命をいただいてこの世を過ごしている人でございますからね、そこのところもよく見つめられて、あまり神仏の世界に手を出すようなことをなさらない方がいいのではないかというのが私の考えでございます。お考えだって自分のことおかしいですけどね、すいません、私の考えでございます。一方的な意見になってるかもしれないですけどもね、お答えが意にそぐっているかどうかは分かりませんけれども、お伝えでございます。どうかね猫ちゃんがねしっかりと自分の力で生命力というものを持って野生の力を取り戻して一日でも長く命を送れますことを
お祈り申し上げます。心に幸せを持ってくださいよ。ハッピービーブロー。